AM-50 はチェコスロバキア、後にチェコの佳橋車両。1960年代末から開発され、1970年代中頃には配備された。当初は車両としてタトラの T813-8X8 型を採用し、後に T815 に更新されている。橋は橋脚1本で川幅10メートルから12.5メートルに、 対応できる長さ13.5メートル、幅4メートルのものを搭載している。重量制限70トン、50トン車まで通行可能な橋は、水深一1.4メートルまでは標準仕様で対応、最大2メートルから6メートルの深さにまで適応するもので、最大8両まで組み合わせて延長することも可能とされている。8両を組み合わせた時の全長は107メートルに、 達する。橋は重量7.1トンで輸送時には折りたたまれ、全長8メートル、幅3.1メートル、高さ2.1メートルに収まる。車両には空気圧コントロール機能と空気フィルターによる化学兵器、放射性物質に対する防護装置を搭載している。T815 を用いた型では最高時速85キロメートルに達し、 水深1.2メートルまでの渡下が可能となった。2010年に発生した洪水では、河橋により、トラックを被災地へ送るために用いられた。ABCD、ウトモビールモスト 2AM-50、チェコ陸軍。 h t t p w w w a c r a r m y s e t e c h n i k a a v y z b r o j s l a s h o s t h n i c o p i a 1ウトモビールモスト 2am-50 から931782018年3月9日閲覧 abcdefg ザネイトタトルー AM50 スタマトレビーモースト VM ポストビナポコニーオートロードシーズ HTTP オートロードシーズザジマバスチ9516ザネイトタトルー AM-50 スタマトレビーモーストバムポストビナポコニー2018年3月8日閲覧ビデオタトラ813-88 AM-50 アネブハッセサイミステイブットモスティ ポザリ、シーズ、https、www、ポザリ、シーズ、クラニック、53832ビデオタトラマイナス813から、8x8am-50 アネブ発生祭、ウミステイブットモスティ、2018年3月9日、閲覧。ビデオ、ノーバタトラ am-50ex、モストニートモビール、セキュリティメディア、 https, www, サキュラティマガジンシーズディフェンスノバタトラ AM50X モストニーウトモビール -14 億405万 3739HTML2018 年3月8日閲覧。インダストリーデイ2017。2018年3月9日閲覧。ありがとうございます。